群な番組を目指すラジオ。皆さんこんばんは。包丁三姉妹の長女、スカシマサムネ役の飯田ひかるです。皆さんこんばんは。次女、包丁マサムネ役の柳原かな子です。皆さんこんばんは。三女、堀抜きマサムネ役の春川ゆきです。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、略して切れ味、第33回スタートしました。はーい、ということで今週は私、春川ゆきがオープニングを担当します。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけでね、今週もまあテレワークでお届けしていきます。はい、はーい、まーす。はい、でね、番組でね、こういつもね、うん、メールをいただいてるんですけど、うん、まあこういう時だとさ、なかなかさ、みんなも私たちもさ、うん、こう目新しい事件とかエピソードとかがさ、うんうんうん、起こらないじゃない。うん、そうだね。ね、だからさ、うん、こうきっとさ、うん、お手紙を送ってくれる方もさ、何を送ろうかなって結構ね、考えたりしてくれてると思うのよ。うん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 、確かにそうだよね。そうそうそう、ね、悩むよね。あっちもね、ネタがね、ないよ、それは尽きるよね。みんな面白いネタをってきっと探してくれてると思うから、うんうんうん、だけどせっかくだからさ、なんかこういう機会じゃないとできないこともやれたらいいなと思って。うんうんうん、確かに。そうそう、だからお便りの中で、うんうんうん、なんかこういう時だとさ、こう、うん、誰かに話を聞いてもらいたいなっていうこととかあったりしない？うんうん、なんか家にさ、一人でいたりとかしてさ、うんうん、あんまり人に会わないとかだとさ、だからなんかちょっとしたさ、うんうん、お悩み相談みたいなのを私たちでできたらいいなってちょっと私は考えました。なるほどね。お悩み、とても素晴らしい。包丁三姉妹のお悩み相談室的な ね。いいね、やりたい。ぜひこちらもやりたいですね、それは。そう、なんか、まあ、頑張りますけれど、そう、まだまだこう、うん、ペーペーなのでね、はい、あんまり難しい頭を抱えるような悩みだと、うん、確かに。だからなんかちっちゃいさ、悩みですよ。そうそう、だからなんだろう、ね、あの好き嫌いをなくすにはどうしたらいいですかかわいい悩み。なんか根本的なところから、うんうん、そうだね、なんでも、うんうんうん、うんうんうん、ね、っていうのをちょっと皆さんもお便り送ってくれたら嬉しいなと思います。うんうん、はい、うん、ぜひぜひお願いします。はい、お願いします。うん、はい、ってことで今週も始めていきましょう。キレラジ、今週もよろしくお願いします。お願いしま す。この番組は明治館放送部の提供でお送りします。改めまして、飯田ひかるです。柳原かな子です。春川ゆきです。はい、というわけで、うんうん、今週何か楽しいことがあった人。楽しいこと、楽しいこと楽しいことではないけど、かにゃね、うん、実はですね、お家、うんうん、自分の部屋をちょっと綺麗にしましてね、うん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 、それでね、ちょっと初の、うんうん、あのさ、うん、電気でお湯が沸くやつを買いました。ケトルね。電気ケトルか。そう、それ、もう何回聞いても覚えらんない。ケトルを、うんうん、あのね、そういうものがあるんだっていうことを、うんうん、改めて知って、私が。そう、結構昔からあるけどね。でもなんかさ、家、その実家にいるとさ、うんうん、あの、買おうって、そういう思考にならないのよ。なんか、はい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 、確かにね。じゃあいつもあの夜間とかで、うん、あ、そうそう、夜間でやってたんだけど、なるほどね。そう、はいはいはい、でさ、自分の部屋にそれを設置 したんですよ、ちょ初めて。そう、そしたらなんか自分の部屋でさ、紅茶とか沸かせるじゃん。うん、うん、そうだね。そう、だからすごい良きなんだけれどさ、そのこの、うんうん、ケトルさん、うんうんうん、このさ、え、みんなケトル持ってる？ケトル持ってない。うちは普通にお湯沸かしてる。あ、ほんと？そう。なんかさ、うん、結構さ、うん、音がすごくて、カニャのケトルさんが、はい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 、
でね、私さ、そのあんまり見たことがなかったからね、うんうんうん、ちょうど初めてそのケトルを発動させたのが、うんうんうん、深夜だと思ったかな発動させたのが深夜、深夜、ちょっと深夜にやってた、はい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 、で、なんかすごいもうボコ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 って言うからさそんなにそう、だから私さ、マジ爆発するかと思って、うん、めちゃめちゃ怖かった大丈夫そのケトル、不良じゃないいや、でも全然ちゃんとお湯は沸かせて本当にそうそう、しかも音がうるさいのね、うん、そう、あの L、なんだっけな、LED だっけ、はいはいはい、青の LED がついてて、うんうん、結構綺麗なの、うん、そう、あ、かわいい電気ケトルってことね。そう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 、おしゃれなやつ、はいはいはい、そうそう、いいね、買ってちょっとね、うんうん、ちょっと一人部屋を充実させました私はあー、おしゃれな電気ケトルでそうそう、いいじゃないいいね、ね、そう、うんうんうん、そうか、なんか私は、うんうんうん、いつもほら料理自分でいろいろ作ってるんだけど、ずっと作ってないものがあって、うん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 、私新大久保のヤンニョムチキンが大好きで、そう、ヤンニョムチキンを食べるためだけに新大久保に足をよく運んでたんだけど、美味しい。そうで、なんかもうずっと最近結構あんま外出てないから、うん、なんかでも食べに行けないじゃないけど、はいはい、食べたいって思いが募って。うん、家で作ればいいじゃないかと思って、ヤンニョムチキンってさ難しそうなイメージがあったの、うんうん、すごく香辛料とかが入ってそうでさ、うんうんうん、でも意外と、うん、コチュジャンと醤油とニンニク、うんうん、ケチャップを混ぜて揚げた鶏に絡めたら、うんうん、できるのすぐ、むしろ簡単料理だったのね、確かに、そうだからちょうど昨日作ってもう激ハマり中、美味しそう。やっぱり低いの自炊はマジでレベルが高いんですよ。レベル高い。なんかさ、簡単作ろう。なんないもんな。だってあと私の自炊とかも自炊って言いたくないもんね。いやいやいや、本当に簡単だからね。ぜひおやつ代わりとかにも作ってほしい。そんな簡単にできる。めっちゃ簡単だよ。揚げて混ぜるだけ、タレに絡めて。いや、まずね、家で鶏揚げたくないもん。確かに、揚げ物は大変だね。か確かに、危なそうだもんね。そうそう、大変大変。いや、すごいな。うん、私は、うんうん、なんか、この先日ね、すごい仲のいい、まあ、お宅の友達が誕生日だったのね。おー、おめでとうございます。そうそう、ありがとうございます。おめでたい。でそうなんだけど、うんうん、毎回さすごい仲いい友達だから、うんうんま、会ってさお祝いとかしてたんだけど、うんうん、こんな時だから ね、 そうね、お店でさご飯食べるわけにもいかないから、うんうん、あ確かにそうそう、うん、そう、それならじゃあみんなでオンラインで集まってそいつを祝おうってことになって、うんうん、おのおのその子をお祝いするためのケーキを各自買ってあ、なるほどね。いやいやいや、誕生日おめでとうって言いながら各自ケーキを食べるっていう、うんうん、面白いそうっていう会をしました。はいはいはい、あ、ね、あ、なるほど。そうそう、その子もこんな時だから誰にもお祝いしてもらえないと思ってたけど、うんうんうん、こういう形でねみんなで楽しくできてよかったって喜んでたから、うんうんうん、あ、よかったなと思って、うんうん、すごいね、もう何でもできるね、オンラインで ね、 ね、うん、何でもできちゃうね、すごいな、ね、思いましたね、誕生日か、そうだよね、この時期にね誕生日を迎える方もね、ね、そうそう、いるよね、うん、いいじゃん、オンライン、そうそう、オンライン誕生日紹介、そうそうそういいねいいね、楽しそう、楽しそうだ ね、 ね、だって好きなケーキ自分で買ってね、そうだね、わけでしょ、好きなだけ食べれるわけだから、うん、結構楽しかったですよ、いい、ねえー、うん、あ、はい、充実してんね、ね、みんな充実してね、充実してましたね、こんな時でも楽しくやっていきましょうということで、はい、皆さんからね届いたお便りを今回も紹介していこうと思うんですけど、うんうん、さっき冒頭でさお悩み相談できたらいいなって言ってたら、うん、早速ね送ってくれてる方がいて、あ、本当にお悩み相談をそう見かけたので、そちらをねちょっと紹介していきたいと思います。やっていきましょう。というわけで、これを、相談、そうそう、読んでください。そう、はい。では、読みます。はい、お願いします。はい、ラジオネーム、ミルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒカルン。はい。カニャ。はい、ハルちゃん。はい。こんばんは。こんばんは。最近は、
オンライン飲み会が増えてきていますよね。自分も誘ってもらってありがたい反面、オンライン飲み会が忙しすぎて困っています、うん、あら何か程よい断り方ってないでしょうか、うん、というお悩み相談が来ておりますよ。確かにお悩み相談だこれは。あすごいお悩み相談っぽい。オンライン飲み会が忙しすぎて困ってます。人気者だ。そうだよね。うん、そんなことないよ。そうだよそうだよ。陰キャの私は誘われないからね、オンライン飲み会。そんな頻繁にはないよね。あのカニャいいですか。はい、あどうぞどうぞ。あのですね、私もちょっとオンライン飲み会が3日連続続いたことがありまして、うんうん、なんとすごい。ここにパリピがいました。出た。ちょっと待って、ね、パリピパリピではないじゃん。でね、でですよ、うんうん、でそのまあ、2日目は良かったんですけど、うんうんうん、3日目ね、別に私はやりたかったんだよ、うん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 、私はやりたかったんだけれど、うんうんうん、ちょうどその3日目にね、私はその部屋を掃除していたんですよ、うんうんうん、でそれで、うんまあ、結構のびのびやってたら、うんうんうん、結構夜までかかっちゃって、うんうん、でなんかもうちょっと私はねオンライン飲み会の気分じゃなかったので、ちょっとそうなんかそれで、うんうん、なんかちょっと LINE でさ、 LINE で、うんうん、あのごめんっつって、うんうんうん、そのオンライン飲み会しようって言ってたけど、うんうんうん、ちょっと部屋が、部屋の片付けが間に合わなかったので、うんうんうん、来週にしてもいいって。ちょうど、ちょうど断ってます、はいはいはい、私。なるほど。なんかそういう、うん。うん、あそう断るのにさ、変にさ、うん、こう、嘘ついちゃうとさ、そうなのよ。試みが出るから。そうね。そうだからね、断るにしてもさ、やっぱりなんか、うんうん、でちょっと疲れてるから、うんうん、今日は見送ってもいいって。そうね、うん、そう。だから正直に言うのが、一番いいと思う。うんうん、そうね。ね、そうあれ、あれなのかな、会社のやつとかだとそうもいかないのかな。そもそも参加したくない飲み会かもしれないよね。そっか、会社の、ね、オンライン飲み会っていうのもあるんか。あるのかな、ししどうなんだろう、ね、会社によったらあるのかもしれない、ね、あるのかな、うん、そうだって大勢でね、オンライン飲み会してるみたいな話も聞くしね。だってその時ってどうしたらいいんだろう。あれじゃない、あの、うん、テレビで話題にもなってるあのオンライン規制。今日はオンライン規制するのでちょっと。あ、なるほどね。オンライン規制ね、家族聞いたことある。そうそう、家族をこう、出しにする。それ、あ、それかさ、大人数だからさ、うん、別にさ、あの、ここに 入ってなくてもバレないんじゃないっていう。こっそりいなくなる。この手もあるか。そうそう、大勢ならできる、うん、手口、うん、それは。あ、はい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 、あれだよ、あの、回線が、あれ、ちょっと、あれ、回線が、いいね、それそれいいね。すいません、今日はちょっともう回線がダメなのでちょっと、電波がちょっとダメなのでまた治ったら参加しますみたいな。確かに、うん、いいじゃん、それそれか、その電源がちょっと切れてますとかね。そう、はいはい、あ、なんかちょっともう今日はダメだ、ダメ繋がらないっぽいっす。そうだね、もう機器の問題にするしかないよね、うん、そうそうそう、マイクが壊れてるので通話自体ができませんみたいなとかね。実際あるからね、そういうことね、うん、そう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 、起こりうる、しかも絶対に参加できない状況の、うん、そう、え、だからさ、ね、その一回その、うん、入っといて、うんうん、そのそうそうそう電源をね、なんか 3% とかから始めて、そうそうそうで、開始10分ですいませんって言って、あれって、猿猿、あれ、それ仕方ないねってなる感じ。そう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 ね、うん、さりげない、それが一番さりげないわ。そうね、なんか、うん、はいはい、なんてやつらだ結局嘘つくね、結局嘘つくね。まあ、ぜひね、うん、やってみてください。はい、ね、はいはい、はい、では続いてのお便りを読んでいきます。はい、ラジオネーム明日の昨日さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ひかるん、はい、かにゃ、はい、はるちゃん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近自炊することが増えたのですが、僕は子供の頃にお手伝いをしていた時に料理の知識を母に伝授されていたんです。その頃は特に意識はしていなかったのですが、それが今になって生きているなぁと実感するようになりました。皆さんは子供の頃に家族に言われてよかったなぁと思うことはありますか、というお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ほう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 、なるほどね。
割と私はなんか子供の頃からうち親が共働きで忙しかったのもあるんだけど、なんか結構私と兄弟だけとかで過ごす時間とかが結構多くて、まあなんかいい感じに放任主義っていうか放任で育ってるから、うちの親っていつもなんかもう好きなことしなって言ってたの、私の時に。そう、もうユキの好きなことをしなって。それがそう、私はすごいなんだろうな、成長していく中で、なんかあ、私の好きなことをしなさいって言われたのがすごい今でも助かってるなって思ってて、だから部活動選ぶにも学校選ぶにも、だから今のこの仕事選ぶにも、もう好きなことしなさいって、ただあんたの責任ではあるけど好きなことしたらいいよって、そう言われて育ってるのが私はすごい私っていう人間に合ってたなって思う。なるほどね、はいはいはい。自由ではあったけれど、逆にカニャは自由にしすぎて、よく怒られてた記憶しかないな。なんだろう、ね、でも、でもやっぱりそのルールを守る、破るとやっぱ怒られるじゃない、そうなんか逆になんかそれはそれですごいなんか私はそれで良かったなって思う。逆にそう厳しかった、逆に厳しかったからこそ、なんか私に合ってた。厳しくされてなかったら今の私は多分いないと思うね。はいはいはい、はい、そう、もう本当に、あるよね、あるある、厳しくされて会うタイプと、なんか私は本当にさ、勝手に自由にしなって言われたからこそ、なんか自分で責任を持たなきゃっていう意識も同時に芽生えたから、そう、逆に私、しっかりしなきゃって思うから、そこは良かったかもしれない。はるちゃんと逆ってことか、ね、そうだね、育ち方としては逆かもね。結構逆の部分はあるかも、そうか、知れない、私はどっちもどっちかもしれない。なんか、あまりにも別に悪いことじゃない限りは、なんか、好きにしたらみたいな。別にやりたいならやればいいよって感じで。でもちろん、こう、ダメなことというか、こう、あんまり良くない方向に行ってたら、すごい、しっかり叱られたりしてた。なるほどね。だから、半々。そうだね、子供の頃。あ、でも、なんか、まあ、実際こういう今、声優っていう職業をね、私、小学校の頃から目指してたんだけど、で、まあ、それに対して、こう、反対とかはなかったんだけど、どうしても進路とか、こう普通の大学に行ってほしいとかいう意見も、一応少しはあって、でもお母さんがなんか、あなたが、こう、目指したいものなんだから、こう、いいよってこう言う姿がこう今でも自分に残ってて、なんかお母さんももちろんこう別の学校に行ってほしかったとか絶対あったと思うし、やっぱお金の問題とかも結構あったから、なんかその分こう頑張ろうみたいな、重かったんだよね、その自由にしていいよって言われた言葉がすごく重くて、だからね、それをその一言をすごい背負って、そのことを言ってくれたお母さんにこう後悔させないようにって思って頑張ってきた。ああ、でもなんかわかるな。なんかそう、自由にしていいよっていう言葉にもね、やっぱりお母さんなりのね、いろんな思いが詰まったあなたの好きにしていいよだと思うのよね。確かにね。それも良かったなって思うね。そうね、なんか親からの言葉ってさ、思い返すとすごい愛情を感じるよね。感じるね。でもね、やっぱ自分のためにね、してくれたり言ってくれたりすることだからね、ちゃんと受け止めないとだよね。大事に大事にしていきたいですね。はい、そうですね。はい、ということで今回のお便り紹介はここまでです。はい、番組ではですね、皆さんからのメール投稿をお待ちしています。はい、メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は HOCHO です。皆さんからの投稿お待ちしてます。
はい、それではここで現在好評発売中の天下百剣山キャラクターソングアルバム第2弾百花繚乱にから1曲お届けします。みつるぎちゃんたちの甘いささやきにぜひご満悦しちゃってください。サモンジでご満悦。ほほほってくすぐたいな音ピンとしなきゃ、ハートがキラ満たされたならメッセージ、そっとそっと近づいてみたくなる、その指先握り返したいくらい。 Yes, G-O-M-A-N-E-T-S-U Oh, yes, G-O-M-A-N-E-T-S-U 気づくのだ気づくがよい、気づいてなど言わせるでない、ほんの少し寂しくなったのはあなたのせい、影の中では知らなかった光のもと笑うことを知った、こんな種類の戸惑いはきっとあなたのせい、柔らかい雪と似てるけどとても甘い甘い、それは何でしょう、あなたが思うよりもきっと女の子はデリケートなもので、優しくされたら特別が焼いた、切れ味あるトークをできるように毎週の当番が一つのテーマについてお話ししていきます。ということで今回はね、前回前々回と二人が青春時代のお話をしてくれたので、私もねパッションとバイオリンと私というテーマでお届けしていこうと思います。ということでそれではお話ししていきます。私には一つ弾ける楽器がありまして、それはと言いますと、バイオリンです。ちょっとね、かっこいい感じがするんですけど、こう私がバイオリンを始めたのは小学校4年生の時で、それから高校2年生の、ま、受験が始まる時期ぐらいまでは、もうほぼ毎日バイオリンを弾く、バイオリンに触れるっていう生活を送っていました。ま、というのも、私は小学校、中学校と、ま、オーケストラの部活に所属していて、結構その部活動が県大会でその後の東北大会に出場するぐらい、まあ、ま、割とね真面目にしっかり活動している部活だったので、まあ、毎日音楽を奏でるそんなこう青春時代を送っていました。で、私がそのオーケストラの部活の活動をしていく中で、すごい自分の中で印象に残っていることがあって、まあ、の中学校、まあ、一通り活動して、まあ、卒業するときに、まあ、お世話になってた顧問の先生が最後お別れのときに部員一人一人にその子にこうメッセージと一緒にこうその子をイメージした音楽用語を添えたこう手紙をね送ってくださって、そこに書いてあった音楽用語がパッショナートっていう言葉で、それが情熱的っていう意味だったんですよ。で、私それを見た時にこう結構びっくりして、私昔から、まあ、人見知りだし引っ込み思案だし、あんまり目立つこととか好きじゃなくて、だからこう情熱的っていう言葉が
私に対して向けられる言葉っていう結びつかなくて、最初すごいびっくりしたんですけど、なんかその私が楽器を弾く姿からすごいそのパッション、情熱を感じて、それがすごい見ていて気持ちが良かったんだっていうことが手紙に書いてあって、あーなんかこんな、まあ、陰キャな私でも何かに情熱を持って打ち込んでるっていう姿をこうそういう風に見てもらえるんだっていうのにそこで気づいて、そこから私はこう何かをやるときに、こうどうせ私って地味だし引っ込み思案だしとかって思わずに、なんか頑張りたいことにはパッションを持って挑もうっていう気持ちをそこで学ばせてもらえたので、すごいバイオリンを通していいことを学べたなっていう青春時代の思い出です。はい、ということで今回はパッションとバイオリンと私についてお話ししていきました。以上、キレトークでした。本当三姉妹が切れ味抜群の番組を目指すラジオ。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメール投稿をお待ちしています。メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は HOCHO です。皆さんからのたくさんの投稿お待ちしてます。最後にお知らせです。3周年を迎えたスマートフォン向け美少女剣劇アクション RPG 天下百剣斬は好評配信中です。こちら包丁三姉妹はもちろんなんですけれども、たくさんたくさん可愛いみつるきちゃんたちが登場するので、ぜひぜひ遊んでみてください。そしてまたね、天下百剣斬のキャラクターソングアルバム第2弾百花繚乱2がただいま好評発売中です。こちらね、全17曲も入った豪華なアルバムですので、ぜひぜひお手に取ってくださると嬉しいです。その他の最新のお知らせなどは包丁三姉妹の公式ツイッターをご確認ください。はい、はい、お願いします。はい、というわけで今週いかがでした、うん、いかがでしたいかがでした今週いかがでしたでしたなんかさ、うん、キレトークはなんだろう、うんうんうん、道徳を受けているような気分になりました。あ、わかる、なんか静かになってたよね、二人ともそう、うん、うんって言いながら、なんか、でも私もさ、ほんと前回前々回の二人の話を聞いて、うんうんうん、すごい私自身もさ、すごい心を動かされるっていうか、うんうんうん、なんかそれぞれにすごいいい時間を過ごして育ってきたんだなって思ったから、うんうんうん、私もふっと思い出してみたのね、自分の昔の話を、うんうんうん、やっぱ人の話を聞くって刺激になるなって思いました。そうだね、うん、そう、だってしかもバイオリン弾けるってどういうことよ、ね、お嬢様すぎないお嬢関係ない、本当にお嬢よ、もう優雅すぎるよ、バイオリン弾けますなんて、ね、いやー優雅じゃないじゃない、え、だってさ、その、うん、バイオリン弾ける友達いるんだって言えるもんね、私たちもだから私たちも自慢できるのそう、自慢できるのよ、だからもうありがとうありがとうありがとう、それならよかったわそう、はい、それでは今週はお別れです。また来週も聞いてくださいね。ここまでのお相手は飯田ひかると柳原かなこと春川ゆきでした。それではまた来週、バイバーイ。この番組は明治館放送部の提供でお送りしました。